はいではこのユニットからは財産犯についての学習ということになります個人的法益に対する罪の中ではこの財産犯というのがま中核的な内容を占めるところになりますので各ね罪名ですね基礎編で扱った各罪名について重要な争点それから解釈上の問題点を含めてここのユニットでは扱っていくことになりますまずはですね最初は窃盗罪ということになります窃盗罪についても複数問題となる点はありますがまずは基礎編で扱った内容として 保護法益ですね窃盗罪の保護法益についてもう一度確認してておきます窃盗罪の保護法益については大きく分けると2つの考え方があるんですよね、一つは所有権等の民事上の法的権限、まあ、民法をはじめとするようなその法的権限である本権を保護法益とするという考え方、これが基本建設になります。 でそれに対してもう一つは本件にかかわらず事実上の支配状態を保護しましょうというのが占有説ですねこの窃盗罪の保護法益を本件と取るのか占有と取るのか事実上の占有と取るのかで大きく2つの考え方がありましたでこれはどのような場面で問題が出てくるかというと窃盗犯人に対して所有者が取り戻しをすると。 窃盗犯人に対して所有者が取り戻しをする場合にその取り戻し行為に窃盗罪が成立するかというような場面で主に顕在化すするわけですよね仮に本件説ということであればその窃盗犯人から持ち去ると窃盗犯人から取り返す行為というものは本権を持っているものですね本件を持っている所有者がその窃盗犯人から取り戻す場面ですから窃盗犯人にはその所有権はないわけですよね。 つまり本件はないわけですからその窃盗犯人から取り戻したところで本件に対する侵害はない所有権侵害がないところから窃盗罪は成立しないということになるわけですでそれに対して占有説に立つと窃盗犯人であったとしても当該目的物に対して事実上の占有というのはあるわけです。 でその取り戻し行為によって、その窃盗犯人の事実上の占有が奪われるということになりますから、すると、窃盗罪の保護法益を占有と捉えた場合には、その占有の侵害がありますので、窃盗罪が成立しうるということになるわけです。で、このように、まあ、窃盗犯人からの取り戻しなどで問題になることは多いわけですが、判例の立場はここは明確でして、占有説の立場を取っています。こちらですね事実上の戦友 です事実上の支配所持そのものが保護法益であり民法上の法的権限に基づく所持には限らないということになりますので先ほどの窃盗犯人からの取り戻しという場面でも窃盗犯人の占有侵害が見て取れるところから窃盗罪が成立するということになるわけです。 一応条文上の根拠としては235条であの他人の財物を摂取したものは、えー、というふうな表現が使われていることです、まずは、えー、235条での窃盗罪の構成要件では、えー、他人の財物という言葉を使っていて所有物というえ文言が使われていない、えー、というところから、えー、この窃盗罪の客体は所有物に限らない趣旨であると考えるわけです、えー、そして、えー、民あの刑法の242条の規定について、えー、242条いかなる規定だったかというと 事故の財物であっても他人が占有しているものについては他人の財物とみなすという規定なんですねもう一度確認ですが242条では事故の財物であったとしても他人が占有している場合にはですね他人の財物とみなすとされているでこの242条という規定はあくまでも注意規定であるとつまりもともと窃盗罪の保護法益というものは占有そのものであると考える立場ね 占有説から立てば、事故の財物であっても、他人が占有していれば、他人の財物として窃盗罪の客体になるんだと、まあ、いうことになるわけです。すると24、242条の規定というものは、あくまでも他人の占有自体を保護する旨を注意的に明らかにする趣旨であると解するわけですね。まあ、このように条自体で 何か新しいことが書かれているというわけではなくてその占有説に立てばですね占有説に立てば事故の財物であったとしても他人が占有していれば客体になるわけですからこの242条というのは注意規定にすぎないというふうに解することになるわけですでこのように窃盗罪の保護法益については他人の占有ですねというふうに考えていますたただ占有説にに立った場合にじゃあ必ずしも全て 窃盗罪が成立するかというと、判例は一定の留保を置いているんですね、こちらのスライドにもありますけれども、占有説に立っても、この適法な取り戻し行為の場合には、行為者の正当な権利行使として、違法性が阻却される余地はあると考えられています、これはですね具体的にどのような判例だったかというと、自動車金融に関する判例だったんです、実際に自動車を担保に入れて、でそれでお金を借りると。 で自動車を担保に入れてお金を借りる、で弁済期までにお金を返せなかったら、その金融業者が自動車を引き上げてしまうという、まあそういう契約のえまあお金の貸し借りをしていたという場面なんですね。まあ、よく、自動車っていうのは、それなりに金銭的価値がありますから、その自動車の所有権を移すわけですね、あの貸主に対して。で貸主に自動車の所有権を移しておいて、でまあお金を返せなかった場合には、その。 貸主の方は所有権に基づいてその自動車を引き上げてまあ転売してしまうとでもしお金を返すことができればお金を返すことができればその所有権が戻ってくると、えー、借り主は所有権をまあ回復することによってそれでまあ通常通りまた自動車をそのまま、えー、所有権を回復すると、まあ、言ってみればあの民法でやった譲渡担保ですね、えー、自動車を目的物とする譲渡担保の形式でお金を貸す、えー、という場合に、えー、その金融業者の方が その弁裁機が来てすぐに引き上げたという事例なんですね、えー、弁裁機が来たらすぐに引き上げてしまったで、この引き上げ行為に窃盗罪が成立するかという問題だったんですねで、これについては そのの有説立立場に立てば構成要件該当しますよね、えー、例えばその所有者がお金を返せなかった場合にそのまま自動車の占有者ですね自動車の占有者から自動車を引き上げるっていう行為はそのまあ借主の占有を侵害するわけです、えー、仮にね形式的にその譲渡担保権者としての正当な権利行使譲渡、えー、担保権者として引き上げ行為が正当な権利行使であったとしてもそこに 実際に自動車を使用している借主の占有があるわけですよねでその専用を侵害しているということころから窃盗罪の成立を認めたんですでこの時判例が言っていたのは、まあ、構成要件としては窃盗罪が成立するのは占有説からも明らかなわけですがその際に判例はこういう留保をつけてるんですよ、えー、当該行為は社会通念上借主に受任を求める限度を超えた違法なものであり窃盗罪が成立するとしているんですよ ということは社会通念上借り主に受任を求める限度を超えていない場合ですね、えー、つまり社会的相当性が逸脱していないような場合にはその場合には窃盗罪の構成要件が該当していたとしても違法性が阻却されるという余地は十分あるわけですだからこそ判例はですねこの自動車の引き上げ行為というものについてはこちらにもありますけれどもまあ社会通念上を受任限度を超えたという ことですよね、つまり社会的相当性を逸脱する行為であるということを認定したうえで窃盗罪の成立を認めていますからその判例の射程としては、まあ、通常の引き上げ行為でその今回、この判例で問題になった引き上げ行為というのは本当に弁済機が来て本当直後に持っていっちゃった。 まあ場合によっては、これは認定はね、え、直前だったかもしれない、直後だったかもしれないみたいな幅があったんだけれども、少なくとも、その弁済期が経過して、本当にその瞬間に引き上げたのと同時できるような、そういう近接した状態での引き上げ行為だった。ですので、まあ権利行使としてやはり、え、正当な権利行使とはやはり評価できない、え、社会的相当性を逸脱するような権利行使であったというふうに考えられているわけです。ですので、え、権利行使型の場合には、 先ほども触れましたけれども、すべて専有説に立つと窃盗罪になっちゃうわけですよね、えー、自動車の引き上げ行為も含めて、えー、正当な権利行使であったとしても、実際に専有説に立てば、その専有があると、被害者の専有が存在していれば、窃盗罪に構成要件該当します、えー、ただ、それについては違法性の段階ですね、えー、正当な権利行使として社会的相当性を逸脱していない場合には、まあ、違法性訴却の余地は出てくるという点は押さえておくと良いと思います。 こちらがまず窃盗罪の保護法益に関してでした。 で次に、ですね、えー、窃盗罪の虐待ということで、えー、財物性についてもちょっと見ておきます、えー、他人の財物ということになります、えー、他人の財物を摂取したものが窃盗罪ということになりますが、この財物については、えー、有体物に限られるかという問題、まあ、例えばエネルギーなどが、えー、財産犯の対象、虐待となるかという問題ですが、えー、基本的にはですね、245条で、電気については財物とみなすという規定があるんですね。つまり電気というのは24 5条のは条で、 えー、窃盗の客体になるとだから電気窃盗というのが認められるということになるわけですが、えー、これに対しては電気でなくても、えー、有体物じゃない、ね、エネルギーであったとしても電気以外のエネルギーも材物に含めるというのが、えー、一つの考え方になります、えーまあ、通説的な考え方になります、えー、物理的管理可能性説と呼ばれるものですでこちらはです、ね、窃盗というのがやはり占有に対する侵害であるというところから導けます、えー、物理理的に管理が可能であるもの 例えばですけれどもここにありますけれども火力冷気空気圧などについてはその物質性を備えるわけですよね。その例えばですけれどもその電気であればまあ電池という形ですよね。電気であれば電池という形でその電気自体をこう まあ管理するような物理的な管理が可能なような客体になり得るわけですよねでこれは別に電気に限らず水力とか冷気とか、まあ、そのような空気圧もそうですけれどもそれは物理的に管理が可能なわけです、まあ、や,やっぱり電気が分かりやすいと思うんですね電気だったらその電池であったり蓄電装置っていうものを使ってその電気というエネルギーを管理できるでその他のエネルギーについても物理的にそのような形で管理が可能であれば線有が観念できるんですよ つまり窃盗罪というのはやはり戦有の移転なんですね、医師によらずに戦有が移転する行為というのが摂取なわけだから、そもそも戦有が観念できなければ窃盗罪にはなり得ないわけです、で逆に言えば、エネルギーであったとしても、つまり有体物ではないエネルギーであったとしても、物理的に管理が可能である限りは、財物として含めてよいだろうと、まあ、いうことですね、えー、まあ電気以外のエネルギーでも、管理可能であれば財物に含まれるが、管理可能性については、やはり物質性が必要になる。 とということですですので、この245条の電気は財物を見なすというのはこの立場ですね、物理的管理可能性説に立てばあくまでも注意規定であると、電気に限定するという趣旨ではないということですね。で、この物理的管理可能性説に立つと問題になるのは情報窃盗の場面になります。じゃあ情報を盗盗むととといいううこここがが窃盗罪のののになるのかというのがここで 出てきますでは物理的管理可能性説に立てば情報漏えいは窃盗にはなりません。いいですね、このタイトルとしては情報の不正入手が財産犯の客体となるかということですけれども、まあ、物理的管理可能性説に立てば情報それ自体については財物性はありません、物理的に管理ができないからです。ただ、情報自体は財産犯、まあ、特に窃盗罪の客体にはなりえないとしても、その 紙とかに加体された場合にはそれは紙という,財物あの紙という有体物になりますですので、えー、まあ情報それ自体は財物でないとしても、まあ、紙であったりとか、まあとは USB メモリーであったりとか、まあ、そのような形でその情報が加体された物質になればそれはあくまでもその財物性を帯びてくるわけです、まあ、記録媒体だからこの場合だったら情報セットというよりは紙のセットになるわけですね 紙や記録媒体に情報が加いしている場合であればその紙自体の窃盗記録媒体の窃盗ということで、うん、まあ財物性を帯びてくるということになりますただここで財産犯で問題になってくるのはじゃあ重要な何にしましょうかね企業秘密が書かれた1枚の紙があるで重要な企業秘密が書かれた1枚の紙を盗みました じゃあ盗んだ時に、まあ、これは紙の窃盗だっていうことでいけそうな気はするんですが問題となるのはじゃあその紙切れ1枚に過罰的違法性があるかっていう問題なんですよね。あくまでもその過罰的違法性が否定されるような、えー、程度に財物性として低いのであればそれは窃盗にならないわけですよね。えーまあ、あのよく言われるのがお花畑の中からあの人のね人の管理しているお花畑から花を一輪積んできましたと。 花をいじりに積んできましたというときに窃盗罪が成立するかというとそれは派閥的違法性がないから成立しないわけですよねでこれと同じように紙1枚というものの価値がそこまで高くないから窃盗罪は成立しないんじゃないかという議論も確かにあるんですただこれについては、はい、情報が乗っかることによって価値が高まるというふうに考えられていますつまり媒体自体ですね記録媒体自体の経済的価値が非常に小さいもう紙切れ1枚といった場合であったとしても キーワーワドはこちらですね、情報が加帯されていることによって、有体物たる媒体の価値が高まる、つまり単なる紙切れじゃないわけですね、もう貴重な情報が上に乗っかっちゃっている以上は、その貴重な情報が乗っかった紙ということで、それだけ価値が上がっているわけで、そうすると刑法の過罰性に値するだけの有価値性を帯びるというふうに説明されるわけです。 とすると、このような記録媒体に対する情報窃盗というようなことですね情報窃盗の問題については記録媒体になっていてそれをまあ摂取したということであれば窃盗になり得るということになるわけですですので、まあ、ある程度情報関係をまとめるとですね、うん、あの媒体に加担されているというふうに考えた場合にはこの窃盗か横領って感じですよねあのつまり会社に占有があるんだったら窃盗罪ですよね え、会社に専有がある情報媒体を持ち去ったということなら窃盗罪になる。じゃあもしですね。これ、持ち去った人が誰かというと、その研究とかのその責任者のように、その情報媒体を管理を会社から委託、信任関係に基づいて委ねられているってケースもあるわけですよ。まあ、例えば1。研究者が重要なの。持っていけば窃盗罪ですよ。それは少なくともその研究者が。 それに対する専友を持ってませんからね、えー、あくまでも専有っていうのはその会社だったり研究室の専有にあるものを一研究員が持ち出すこれは窃盗罪になりますじゃあその、えー、実際に行為を行った主体がじゃあこの研究所の責任者所長のような人で会社との関係で委任、まあ、会社から一任されていてその情報管理を会社から任されてるっていうことになるとこれは専有はその 研究所長責任者のところに占有があることになりますからそうするとこれは委託信任関係に基づいて、えー、占有していいいいてててししるるるものそのそされている物ででである情報媒体を応領したと評価できますいいですね、えー、つまり事故の占有する他人の物の横領と評価されますからその情報の占有がその研究者にあると、まあ、研究者に会社から委ねられている委託信任されてそれが委ねられているということであれば横領罪になるということになるんでしょうね。 でなおですけど、加担されている場合には、えー、と戦友が、えー、事故になければ窃盗罪、えー、戦友があるものが行えば横領罪ですが、加担されてないときですね、じゃあ、情報漏えいは何になるかというと、えー、こちらはです、ねあのー、背任罪の成立の検討になるでしょうね、えー、背任罪の場合であれば、いいですね、一応、背任罪、えー、念のため確認しておきますけれども。 背任罪については他人のための事務処理者が取り加害目的,いい、ね、害目的で任務違反行為を行って本人に財産上の損害を加えればいいわけですよね。ということはこれは別にあの情報が課題されていなくてもできるわけですよね。 その研究者が他人のための事務処理者つまり会社のための事務処理者と評価できてそして取り加害目的を持って当然漏えいすることは任務違反行為です漏えいするという任務違反行為になりますその結果会社に損害が生じたということであれば背任罪の成立ということになりますよねですのでこの情報窃盗と呼ばれる分類になりますかね情報の不正入手については情報が加体されているかどうかまずその一点ですねれれれているのであればそれはまあ有体 有体物として、えー、存在していますしその過罰的違法性も情報が加帯されることによって備えますですので占有の有無によって窃盗横領という検討でおもし仮に加帯されてないということであれば背任罪の検討という形になりますので、まあ、こちらはあの出発点は物理的管理可能性説ですね、えー、いわゆる財物というものね、えー、どこまでを財物と含めるかというのが出発点になりますが、えー、できればその その大財物性の問題からこの情報の不正入手に至るまで一つのセットとして押さえておくとよろしいかと思いますそれではこのユニットはここまでといたします